はい。まあカメラをいろいろテストして、ソニーを買ってみたんだけど、ほとんど使わないね、ソニーは。原因はね、使いにくい。もうこれはね、決定的やね。ソニーは、昔のソニーはどこ行ったんやろうかなって気がするね。まあ今撮ってるこのカメラはソニーなんだけどね。1型なんやけど、これは3型。この1、2、3種類あるよね。これがまたね、もう全部違うよね。この1型はもうひどいのはこのヘッドがもうここは壊れてるよね。今これ こっちのやつは今改造してつけてないけど。こんなとこは壊れ、ここあるかな。こんなとこは壊れるんですよ。もう、なんというか、話にならないね。あと、まあ、本当ソニーは大会社やからお金があるんやろね。悪かったらどんどん作り変えるだけの予算を持ってるんやろ。でも、こんなんじゃ本当困るよね。もう、この3型はだいぶ使いやすくなってるんだけどね。なんて言えばいいかな。まずね、レンズ交換がしにくい。これね、レンズ交換ができるとして売り出したんですよ、このカメラは。大体がレンズ交換ができてね、ちょっとマニュアルができてという。このレンズ交換するときのね、このボタンがもうここにあるボタン、わかるかな。このボタンがものすごく使いにくいよね。このテープと混ざってね、テープに重なってからとレンズ交換をするのがものすごくめんどくさいね。このボタンが悪い。このボタンをこっちにつけんといいよ。大体がもうこういうところが、もう何のためにレンズ交換のね、レンズ交換できるとしてキャッチフレーズで訴えるのかね。もうちょっとレンズ交換を簡単にできるようにしないと。それとね、この金色に光るメッキね、これはもうペラペラのアルミなんですよ。もうペラペラ、これアルミの削り出しみたいだけど全然違うんですよ、これ。ただの装飾なんですよ。この銀色というのはね、あんまり良くないんですよ。これはね、まあ今はもうファインダーを覗かないからね、いいんだけど、なぜカメラは黒いのかというとね、外でね、撮影するとよくわかります。晴れた時に、例えばここに昔は絞りがあったからね、これを見て、晴れた時にこれが太陽に当たるんだよね。当たった絞りを見て、ファインダーを覗くと、中が真っ黒に見えるんでね。もうこの光に太陽が当たって。だからカメラは黒くしてるんですよ、大体が。格好はいいんですけどね。格好はいいんだけど、こんなももうちょっと考えた方がいいね。まあ黒もあるんだけどね。まあファインダーを覗かないといえば覗かないんで、覗かないからいいんかもわからんけど、基本的にはカメラは黒ですね。あとね、まあこのレンズはズーミングがこうね、僕はこのレバーをつけたよね、このレバーを。わかるかな？わかりにくいな。これね、レバー。こうすると、レバーがこう回りやすいからね、こう。このままじゃね、うまくズーミングできないよね。もうガタンがガクンガクンになるよね。だからこういうのもズーミングをできるようになんかつけちゃったわけですね、最初から。あとね、ちょっと待って、あんまり文句は言いたくないんだけど、まあこの前買ったこれやね、18から200のズームね。これがね、これがズーミング、ね、ズーミングを、これこっちか、これがズーミングか。ズーミングを、これを実際しようと思うと、重たい。で、スムーズにできない、これ。ね、なかなか、もうこれ手ならなおさらできないね。まあだから最新のやつは、モーターになりましたね。モーターで動くようになりました。これは、ズームがもう本当にできにくい、ものすごく。
重たいもんだからね、速やかに行かない。僕はワイドから防衛まで一気に行ける、一気にね、こう行けるからいいかなと思って買ったんだけど、使えない。結局今はこれ使ってる、前のやつ、安い方。で、この安い方の方もしかしたら解像度がいいかもわからんね。写りはいいです、この安いやつは。これはね、安いからおすすめです。こっちを買うよりも、ね、この買うよりもこう高いしね、重たいし、こっちの方が使いやすいと思いますよ。だから、結局、ワイドから望遠というのがね、スムーズにいかないから、これを買ってもあまり意味がないよね。はい、そういうことです。まあ、このカメラもね、結局、操作部分がもう小さいのと、もう本当に余分なものがいっぱいついてるね。これはね、もう本当、決定的やね。まあ、キャノンはよくできてると思います。なんだかんだ言ってもね。本当カメラメーカーだからね、カメラマンの気持ちがよく、カメラマンの気持ちがよく分かってる。ソニーがダメなのはね、やっぱ人間のことも全然分かってないね。あのね、人間工学で作ってもダメなんですよ、こういうものは。こういうものはね、人間工学作っても意味がないよね。カメラ、こういうものはね、撮る人の人間を考えていけないんですよ。もう人間全般の人間的な工学を考えても全く意味がないよね。撮る人の人間の構造、思考、考え方、動作のね、やり方、これを考えるとあれよね。だから、ニコンはそれができてないよね。あ、ニコンじゃない、ソニーは。これソニーはね、多分ミノルタが多分吸収されたんと思うけど、まあミノルタ自体がね、そう一流の会社じゃなかったよね。まあミノルタは速攻機器が良かったんですよね、露出系とかね、そういうのが。だからまあこのカメラに関しては、もう新しいカメラ買おうと思ったけど、もう諦めました。もうソニーはちょっと使いづらいのね。性能がいい悪いじゃないんですね。最初にやっぱ使いやすいというのが大事なんでね。結局まあ今はこのね、イクシのこれ4台持って、これなかなかよく映ります。これは本当に安くていいと思いますね。あとは、まあ今回はこれ見ましょうか。あんまりソニーの悪口言ってもな、今使ってるけどね。いや、文句を言われるのはまだいいんですよ。文句を言われるカメラというのは。なぜかというとね、文句を言われるだけいいものがあるんです。もうね、悪いやつはね、もう文句の言いようがない。もう何にも言えない。これはね、食い物と一緒ですよ。食い物もね、あんまりまずいとね、ちょっと塩が足りないなとか、香辛料が効きすぎてるのかなとか、もうそんなこと言えないでしょ。あまりにもまずいので。だから、文句を言えるというのはね、いい素質を持ってるんだから、もうちょっと設計者、ね、経営者なんかな、これは。誰がこういうのを担当するかわからないけど。人間のことを考えて作ってほしいね。本当に人間、それもね、人間工学じゃないんですよ。カメラマンという人種の思考とかね、考え、それを考えて作ってもらいたいと。まあこんなこと文句言ってもしょうがないけど、ちょっと今ね、僕もまた飲んでやってるんや。いいな、飲むと何ぼでもしゃべれるけん。はい、今回はそれぐらいにしましょうか。